皆さんこんにちは、濱家の受け持ちです。本日ご紹介させていただきますのはこちらの方、雄一と山の新しいダブルダッチシリーズ、U107 とヘキサゴンタイプの U108 を本日はご紹介したいと思います。雄一と山の、代表的なシリーズダブルダッチシリーズに今回立体的なフレームが加わりました。こちらの方、三角形形状のようなリムがですね、ここで溶接されていて、少し影が出てくるようなフレームにちょっと立体感を持たせた作りになっております。そしてここの部分ですね、キーホールブリッジ周りもですね、レンズとフレームの間にあえて空間取りを作っているという非常にハイセンスな魅力的なアイテムになっております。なおかつ、最近雄一と山まで取り入れられているこのベージュカラーですね、かけてみると程よく印象的でいながら馴染みもいいというカラーになっているんですけれども、特にこの立体感のある107、108シリーズは裏地に遊び心を持たせたアイテムになっております。表ベージュなんですけど裏にピンク、かけるときにおっというふうに感じていただける、ちょっと隠れた遊び心を感じさせるシリーズになっております。そしてこちらの方、ヘキサゴンタイプの108ですね、こちらの方も同様に立体感のある作り、キーホールブリッジの周りのレンズとの間の空間取り、そして裏面はこのようなターコイズブルーに仕上がっているというアイテムです。チタンフレーム、そしてこちらの方はベータチタンを使っているというアイテムになっておりますので、非常に軽く掛け心地が良く、それでいて繊細な雰囲気とちょっと立体感を持たせながら印象的にも雰囲気に仕上げられているというのが今回のシリーズの特徴になっております。まずはこのラウンドとボソンを掛け合わせたかのような印象の107からかけてみたいと思います。こちらの方をかけますと、このような印象を作り出すアイテムになっております。ベージュ系、肌なじみのいいお色ではあるんですけれども、それなりに存在感をちゃんと主張してくれるというカラーになっております。このベージュ、色合い非常にいいですね。ホワイトですとちょっと印象的すぎるかなというような感じにはなるかと思うんですけれども、ホワイトよりも肌なじみよく、それでいて印象的な雰囲気に仕上がっているこのベージュカラー、とても魅力的なカラーになっております。そして裏地の部分でちらりとピンクが見えるようなカラーなんですけども、外した時におっというふうに思わせるようなカラー使い、非常に魅力的に感じていただけるんじゃないでしょうか。そしてこちらの方はヘキサゴンタイプですね、こちらの方も裏地がブルーで遊び心があるんですけれども、かけてみますとこの八角形のヘキサゴン、非常に馴染み感もあって使い勝手のいいアイテムになっております。このブリッジ周りのですね、空間取りも、ちょっと斜めから見た時に少しフレームの立体感が見え隠れするというアイテムなんですが、ハイセンスでいながら使い勝手のいい魅力的なアイテムに仕上がっているかと思います。そしてサングラスもございます。サングラスの方はですね、 U108 でご用意させていただきました。ヘキサゴンタイプのアイテムなんですけれども、サングラスにした方がここの周りの空間取りが分かりやすくなるのかなというところなんですけれども、かけてみますとこのような印象を作り出します。ラウンド系でサングラスよりもですね、確実に使い勝手のいいヘキサゴンタイプ、スクエアよりも、使い勝手のいいアイテムになってくるんじゃないでしょうか。このフレームの立体感も相まってですね、なかなかかっこいい遊び心のあるサングラスに仕上がってるかと思います。こちらの方も同様にターコイズブルーが見え隠れするという仕上がりになっております。そしてベージュカラーの方のサングラスもご用意してみました。こちらはブラウンのレンズがついていて、同様に裏地はピンク、カラーリングがされているというアイテムです。こちらの方もですね、かけてみますと、ベージュ系それなりの存在感を出しながらも、遊び心を持たせたカラーリングに仕上がってるんじゃないでしょうか。こちらの方のお色もですね、なかなか面白いアイテムになってくるかと思います。また男性女性でかけた時の印象も変わってくるかと思いますので、ぜひサングラスも店頭で楽しみながらお選びいただきたいと思います。本日ご紹介させていただきましたのは、遊び心のあるダブルダッチシリーズの最新作 U107 と U108 です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。